ございます。おはようございます。いや、おはよう。シルバーハートありがとうございます。おはよちみん。ハートありがとうございます。テロップ入れますね。ちょっと待ってね。テロップ入れてます。ライブイベント申し込み今日の12時。おはようございます。シルバーハートありがとうございます。よちおはよう、おはよう。ハートありがとうございます。おはようございます。シルバーハートのギフトありがとうございます。おはようございます。今日もめっちゃ可愛いよ。ありがとうございます。だるま、ありがとうございます。おはようグルト。おはようございます。シルバーだるま、ありがとうございます。今日も京都ってまだまだ暑いですね。シルバーだるま、ありがとうございます。あやねちゃん。おはようございます。だるま、ありがとうございます。追加したら寝落ちしてました。わー、おはようございます。ありがとうございます。おはよしに、ありがとうございます。そう、今日の12時までですので、ぜひお待ちしてます。握手会とオンラインお話し会の申し込みが今日の12時までです。詳しくは私のショールームのプロフィールに詳しく書いてますので、ショールームのプロフィールを見てくださると嬉しいです。あとバナーにリンクを貼ってるので、ショールームのプロフィールを見た後バナーのリンクからぜひ飛んでください。あと YouTube のチャンネル登録もお願いします。ちょっとお茶飲みます。おはよう、おはようございます。おはよう、おはよちーん、ありがとうございます。プロフィール見てきた、ありがとうございます。オンライン話し会3部申し込んだ、ありがとうございます。そう、オンライン話し会は3部がおすすめです。全部握手会は2部、後ろの部がおすすめです。2部かな。お茶、そう、お茶アイス、ありがとうございます。バラ、ありがとうございます。ハートとダルマ、ありがとうございます。ぜひお待ちしてます。はじめまして。でもちょっといつもショールームコメントはしてないけど見てるって方もぜひお待ちしてます。結構多いですよ、コメントしてないけど、朝だからね、流すだけだけどいつも流してるっていう皆さん、音だけ聞こえてるかな音だけでいつも見てくださっている方もぜひお待ちしてます。シルバーハート、ありがとうございます。ボキ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 、シルバーハート、ありがとうございます。コメントしてないけど見てる。それ書いたらコメントしてる書いたらやばいコメントしてるけど見てる、あ、知ってるけど見てない。それやばい、超能力。だるま、ありがとうございます。おはようちよち、ありがとうございます。おはよう起きえらい、ありがとうございます。皆さんも早起きありがとうございます。プロフィールにね、ザクッとした配信の予定書いてるので見てください。それも含めて、プロフィールに書いてるのを読むと、
今日が6時半、明日は夜、明後日朝、しあさって夜、その24朝25公演の前後どっちかです。プロフィールにざっくり書いてるので読んでください。ぜひ朝の日課ありがとうございます。だるまありがとうございます。今日の朝ごはんはさつまいもご飯とさつまいもポテトサラダと、あ、よしみーボールです。よしみーボールとお味噌汁です。いただきます。だるまありがとうございます。おはよう。どうもどうもありがとうございます。ゲームのハートありがとうございます。温まる。味噌って感じ。だるまありがとうございます。無理しないでくださいね。ありがとうございます。皆さんも無理せず、今日は金曜日なので今日のテストで一旦休み挟みます。3日目、見てたらお腹減ってきた。朝ごはん食べて。朝ごはん食べましたか？1個目果てしなくて遅れだね。確かに。だるまありがとうございます。味噌汁味噌抜き、それはお吸い物だ。シルバーだるまありがとうございます。市民クイズに正解するために今日からテスト期間に入ろうと思います。確かにね。大事。市民テスト期間やばい。確かに正解するためにね。よちお派新しい。ダムのマンありがとうございます。朝からカキフライいいね。思ったのだけどカキフライいいよね。大好き。シルバーハートありがとうございます。おはよう。おはよう、ありがとうございます。ぜひ、握手会とオンライン話し会などなど30枚目シングル劇場版イベントの申し込みが今日の12時まで。急げー。ぜひ待ってます。今週のおすすめは、
神戸の握手会の1部と幕張メッセの握手会2部と10月のオンライン話し会の、3部です。シルバーハントありがとうございます。よちぽちしたよ、ありがとうございます。よちぽち、皆様よちぽち待ってます。だるまありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ぜひこの機会によしみんの握手会どんな感じなんやろう、初見でもいけるかなと思ってくださったらね、ぜひ迷わず来てくださると嬉しいです。ヨシミンボール2です。いいね。塩ナスってさ、お父ちゃんちに塩ナスで出てきたの。うん、うん、うん、おいしい。今週もまた一個完売がなせたら嬉しいなと思うので、ぜひ気になる方はお待ちしてます。テストはまだまだありますね。まだまだです。そうなの。シルバーハートだるまありがとうございます。そうだ、昨日のルームスの配信アーカイブを載せたので、昨日の夜に、昨日見れなかったって方はぜひアーカイブで見てください。白ナス、初白ナスだね。あ、すごい、鰹節が。え、そうなんだけど、あまりにも鰹節すぎて。よね、薄味の我が家がちょっと味付けのコリーを覚えた感じ。おいしい。うん、椎茸もおいしい、うん、あ、椎茸も感じてくれた。うん、リンリンボールです。わって感じでおいしい。おいしい。おはようちょうち、ありがとうございます。だるまありがとうございます。
和風の和で和白ナス珍しいよね。そうおばあちゃんが珍しいからあげるってくれました。白ナス今ちょうどなんか出てるよね、スーパーとかにも。でもそれもらったのは大きかった。そうなんか見た目は硬いけど炒めたらそんなじゃなかった、うん、しっとり柔らかい。そうなんだ。すごいひよっこみたいな。え、冗談それ。だるまありがとうございます。白ナスの揚げ浸し。何それ。美味しそう。神戸すぐ完売したいから申し込みました。嬉しい。ありがとうございます。神戸。嬉しい。ありがとうございます。ぜひ待ってます。一番近いのは神戸です。ありがとうございます。楽しみ、嬉しい。だるまありがとうございます。シルバーハートありがとうございます。神戸行くよ、幕張通過した、ありがとうございます。ね、支払い忘れない、みんなすごい本当にそれなんですよ。本当に一人でもかけちゃうとねなくなっちゃうんですよ。そう1枚だからいいかなとか思ってかけちゃうと看板じゃなくなっちゃうので1枚だけでも。そうなんです、ありがとうございます。どういうこと？火を当てないでっていうよりは、うまみも結構日焼けの素材を持ってる。紫色素を持ってないみたいな感じ。そういうこと、そういうこと。冴えてるじゃない。カッパの皮の中で。だるま、ありがとうございます。黒ナスの紫色はポリフェノールの一種であるナスニンによるものです。一方白ナスはナスニンがないんだってこと。へえ、あ、そもそもやっぱ色素がないんだ。代わりに葉緑素の色が出たものになります。そのためポリフェノールの含有量は少ないけど食物繊維が豊富で、まあ、カリウムとかむくみ防止とか利尿作用とかだそうです。おばあちゃん家で作ってたんだ。どう作ってたのかな、どうなんだろう、分かんないけど。いやそうじゃない、お花が違うから種が違うと思う、もともと。あ、そうなんだ。聞いてこないと。聞いとこう。うん、聞いてきたよ。うわ、白ナスありがとう。今たまにスーパーに出てる。なんだかんだで休みの握手会取っちゃう。ありがとうございます、素晴らしい素晴らしい。おはよう、ありがとうございます。だるまありがとうございます。ねむねむごしごし。そう、あんなも白ナスっていう単語さえおばあちゃんにもらうまで知らなかった存在を。
だるまありがとうございます。毎回バイバイで増えていく素晴らしい素晴らしい。そうぜひね一回来てみてください。ぜひそんなよしみんってそんなあのそんなどんなんなんやみたいなね思った方はぜひ待ってます。あれだよね、シルバーハートありがとうございます。焼肉もいいけどお茶漬けもいいみたいな。どういうこと？白ナスもいいけどピーマンも食べたいとか。フィレ肉もいいけどやっぱカルビかなとか。な、こぎゅみょん。どういうこと？もうない？え？麺好き？そこはオブラート。こぎゅみょんちょっとでかくなりました前プニプニだったのにもうティッシュ詰め込んだからめっちゃ硬い。しかも若干はみ出てる。なんかパンパンではち切れそうでかわいそうだわ。硬くなってます。めっちゃ引き締まってる。コーヒー麺が引き締まってます。鍛えたっけ？鍛えた。コーギュメン、ちょ、コーギュメンが言えないんだけど、コーギュ、コー、コーギュメン鍛えられました。若干一回り大きくなりました。おはようございます。おはようございます。テストの選択肢で迷ったときは2で B で真ん中どんなんかなちょっと違う。だるまありがとうございます。ハートありがとうございます。ハートありがとうございます。そう12時までですのでぜひちょっとそんなよしみんの握手会はどんな感じなんやろうみたいなねちょっとでも思いましたらぜひお待ちしてます。詳しくはショールームのプロフィールかX の、 あの固定ツイートにしてるからね X の固定ツイートぜひ見てくださると嬉しいです。今週のおすすめは、神戸の握手会1部と幕張メッセの握手会2部と、オンラインお話し会10月分の3部がおすすめです。レインボースターありがとうございます。うん、はい、失礼。X ポーズでは壇上見したいと思います。朝から来てくださってありがとうございました。今日も一日頑張ろう。姉も頑張ります。テスト3日目、あとは神頼みで頑張ります。じゃ責任重いな神さん。そう10月分はそろそろ終わりそうなので。そうなの10月12と13のね話し会はそろそろ終わりそうなのでぜひ待ってます。まあ一部はちょっとね多分リアルの一部ってなかなか来にくいと思うんですけども間に合うよって方はお待ちしています。
13位、ようちゃんありがとうございます。12位、アットさんありがとうございます。11位、ヨンさんありがとうございます。10位、サグチャンマンさんありがとうございます。9位、ランドベルさんありがとうございます。8位、ヨシ君ありがとうございます。7位、ソラさんありがとうございます。6位、ウーカメインの箱石さんありがとうございます。5位、バンチャさんありがとうございます。そして4位、アサガさんありがとうございます。そして3位はデゲ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 デン、チャミさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そして2位はデゲ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 デン、ヨンさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。そしてこの配信の1位はデゲ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 デン、ヤスさんでした。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。皆さんも来てくださってありがとうございました。パチ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 、気をつけていってらっしゃい。ありがとうございます。テスト頑張れ、仕事頑張ります。頑張れお仕事、いろいろ頑張れありがとうございます。今日も良い日になりますように。あと何教科、あと1、2、3、4、5、6教科かな。あと6教科行ってきます。ん、頑張りますそれでは皆さんも行ってらっしゃいませ。次の配信は明日の夜になります。明日の夜の予定です。あのショールームのプロフィールにザクザクっとした予定、朝か夜かだけ入れてるので見てください。それでは次の配信も来てくれるかな。またね。多分大丈夫多分ね。これ OK。 おはようございますおはよう。なんかね、ショールームはやっぱりね、口がなくなりますね。ある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 かわからないですけど、あと目ん玉がちっちゃく見えます。まあ仕方ないあ、おは、時間吉、ありがとう、おはようございます。そうだな、今日は時間ぴっとりや。今から寝るとこやったやって、え、夜勤とかですかね。お疲れ様です、寝てくださいねアミはなんか今日はゆっくり寝れた気がします。めちゃくちゃ、はい、今朝のお目覚めはめっちゃいいですね。はい、昨日は早くはないんですけど、時間的には早くないけど、最近はちょっと遅かったんですけど、それがまあ早く寝れた方だったのでめっちゃいい感じですね。おはようございます。はい、おはようん、私は夜勤明けで今から寝るよやって。あ、寝てください皆さん、寝てね寝てね、いいな、自分は寝不足気味やって。あら、そうやな、みも昨日は結構ずっと寝不足気味で、じゃあね、あのびっくりしたのが、あみ授業前の休み時間あるやんか、だけでも寝たいと思ってやばいよな、ほんまに眠すぎて。そうやってな、こうやって授業前寝てたんですよ。そしたらチャイムが鳴ったのに気づかんくって、あのキリッチまで行ってたらしいんですけど、友達が起こしてくれたんですけどね。その時キリッチって言ってるけど、なんかまだなんか弱々しいキリッチ、なんてそのなんて言う集まってないやん、まだみんな急いで教室に帰ってきた子とかがおったからセーフでした。みもそうですね、は
今日ナンバーが待ってます。ありがとうございます。待ってますね。私は今から仕事に向かいますよって。頑張ってください。はい今日のナンバー行くよ。買ったチーカのぬいぐるみ持ってって。なるほどね、探しますね持って。そう、弱々しい規律なんていうの、わかりますかね。なんかね、そうなんですよあのなんかさ、ちゃんとしてる規律は規律みたいなだけど、弱々しい規律は規律みたいな感じで、みんなあ、その規律の声がちっちゃかったから、みんなあ、もう今立ってるんやみたいな感じで、ゾロ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 立っていくみたいな感じやって、その時に友達が起こしてくれましたね。涙の声癒されるからこのまま寝ま、全然寝て寝てください。お疲れ様でした。授業中に居眠りしてながらお疲れ、いや授業前ですね。そのあのチャイムが鳴るまでのこの10分とか5分とか、その休憩の時間に寝ました。一回でもガチ寝しちゃってびっくりしました。あんな短時間で人間って寝れるんですねびっくりしちゃいましたね。そこに何が、はいはい、あ、机のよだれまみれならんかったってなってないですよ。ちゃんとね、口は閉じて寝るので、網ははい、そうです。あ、懐かしいやって。確かに起立礼ね、高校生もやりますか起立礼って。大学生とかどうなんやろ。小学生と中学生は絶対やるけどな。高校もやるか。大学生はちょっと分からへんですけどね。うん、起立気をつけ、礼の気をつけってなんやろうやって。起立は立って、気をつけはこうやって、あのね、なんて言うんですか、手をピンピンにするって感じです。わかる、多分みんなそんなしてる子おらんですけどね。ふみちゃんとやってますよ そうですね、眠い時は気絶したように寝れるからなって。確かに高校はやるけど大学はなかったかなって。そうなんや、確かに。でも高校もまだ高校生ですよね。ちゃんと学校やけど、大学はなんかありますよね。なんかなんか何々何々何々でみたいな。なるほどね。自分の中学は起立礼はなかったよって。すごいな、いろんな学校があるんですね、じゃあ。うん、僕も職場で昼休みが終わり30分ぐらい寝てたことあるよ。誰も起こしてくれなかった、言ってましたね。なんか確かに、いや友達が教えてくれました、よかった部屋の時お願いしますって言わないですね。言わんなあ。でもアミの学校は気をつけしひんかも。起立で着席、起立礼、あ、言ってるな、気をつけ起立気をつけで礼で着席や。そうやな、着席です。みんなもうほとんど着席してる、もうその時には言われる前から。あ、そうですね、イベントの服装出しました。ツイッター見てください。今日のね、12時まで第二次受付をしてるので、よかったら会いに来てください。本当に今回はあの前よりも追加とか完売を出せるように頑張るので、皆さんも力を貸してほしいです。頑張りましょうね例の時お願いしました、ありがとうございましたって言うてたよやって。いや
分からへんな、覚えてないな。なんか改めて考えると分からないですけど、多分言ってたとしたら、あ、言ってるかもしれないですね。なんかそんな気がしてきました。ナンバラウィーク最後の出演日、頑張って、ありがとうございます、頑張ります。頑張ります。とりあえず全日程申し込んでありがとう。頑張ります、力合わせて頑張ります、本当にね、頑張りましょう皆さん。うん。またさくさんとお揃いパンダできますようにやって、そうですね、うん、できますよ。多分さくらさんとお揃いって書いてると思うけど、あれ書いてなかったっけな。でも約束をしましたね。はい、そう。でもね、網だけが時間変やからな、写真とか撮りたかったら網がそのさくらさんとの一緒にする日をね、まあ、追加なら1、2とかその辺やからな、そこに行きたいんですよ亜美は、本当に。そうです。でもとりあえずまずは10月12日と10月13日を完売させたいなって思ってるので、よかったら皆さん亜美と喋りたいってちょっとでも思ってくださってる方は、よかったらね、会いに来てください。はい、ちょっとからです。そうなんですよ、写メ会とか全部一人なんですよ、悲しい。あと神戸もやな、神戸のやつも、はい、今はだから神戸のやつと10月12日と13日のオンラインですね、待ってます。ありがとうございます、ほんまに待ってるね。みんなで喋りたいですよって待ってます。じゃあありがとうございます。はい、あゆもね、皆さんと喋れるの待ってるのでよかったら来てください。皆さん優しいですね、ほんま。そうだよね、会いに行くねやって待ってるね、ほんまにありがとうございます。はい、ゆみちゃんとはツーショット撮れそうかなって、いつですか、オンラインとか。でもね、ゆみさん今回はね参加されないのでね、え、参加しないですよね。そうなんですよ、だからわーって感じですね、ほんまに。はい、そうなんですよ、アミだけなんか変な時間にいるんですよ今回、めっちゃ悲しいですね。ちまこに会いたいのだって待ってますね、ちまこさん待ってます。あ、そうですね、ゆみさんいないんですよね。そう、ん、申し込みしたよ、アミタのパフォーマンスが最近大好きになったんだって、嬉しいですね。では今日の声も頑張っていきます。頑張れちゃいます、そんなん言われたら。このナンバラウィーク結局アミタに会えず、でも相方のあやみちゃんは昨日見てた、あ、ナンバラちゃんやってたからな、アミの時も会いに来てください。じゃあまあ公園で会えなかった分ね、オンラインで会えるように待ってますね。そうなんですよ、はい、あ、そうですね、地元は甘いにしてですね、確かに。ご褒美は確保したようだって、待ってます。市販がいないってほんまにな、寂しすぎますよね。ね、会いに行くので悲しまないでやって、わかった、ありがとうございます。朝にふぶ、ん、マスブ、なんて読むやろこれ、ふぶ、ふぶできますようにやって、そうですね、できますようにや、頑張りますね。はい、そうです、皆さん10月12日絶対来た方がいいですよ、本当に。10月12日の衣装風はほんまに来た方がいいです、待ってますよ。ほんまに絶対に
あの来なかったら皆さん後悔しますよここまで言っちゃったりしてね。はい、12です。13も来てほしいです。でも13はさくらさんとお揃いやったっけな。そうですね、だから13も来た方がいいです。でも12も来た方がいいです。ナンバラ仕事できない、行きたいやって待ってますね。まあ、DMM でじゃあ見てください。それでその行けなかった分オンラインで会えるの待ってますね。そんなこと言われたら行くしかないじゃないですかで待ってますね本当に。10月12はね来た方がいい。13もそうです。12と13が一番来た方がいいと思います。12と13はい、そうですね、全部来た方がいい結局は。だけど今皆さんがどこか予約しようかなと思ってるくださってる方は12と13に投票だから、ね、あ、受付した方がいいと思います。あ、申し込みした方がいいと思います。本当に10月のイベントの件は全部確保済みやって、ありがとう。そうです、今申し込みするなら12と13ですよ絶対。神戸のイベントオーディションを参加するなんて、そうなんですよ、したかったんですけど、したかったんですよっていうか、まだ あんまり決めてはないんですけど、そのリハのスケジュールとかそういうのでも決めようと思ってるので、あんまり決めてないんですけどね。まず23から29までの期間なんですけど、ナミね、29がね、N さんの初日なんですよ。ということはそれまでいっぱい練習がしたいんですね、アミは。あ、ファンタジスタさん、クマありがとう、 I love you やって、ありがとうございます。そう、ほんでやりたいやん。で29最終なのに昼夜公演なんですね。だからまあ朝の30分とかぐらいショールームしたらもうショールームはできないかなって感じなんですね。まあ、昼夜とはいえやっぱり初めての公演なんで、昼と夜の間にたくさんね直したいところとかもあると思うので、無理やん29は。でそうなると、で23から28までの期間はってなるんですけど、まあ、リハが始まってるっていうのと、まだそれこそ N の練習をしたいので、多分ちょっとね結構不利な状況にいるんですよ。そうですね、そうです、辞退とかはないと思うのであれなんですけど、なんかそんなに自分でガツガツいかなくてもいいかなってもちょっと悩んでますね今は。そうです、はい。なのでまだそれもでもリハのスケジュールで結構変わってくると思うんで、だってさ、マミは多分ショールームが8時までしかできないから、リハ終わってからじゃもう絶対無理なので、そうですね、ちょっと難しいですね多分。ちょっとまだ予定が出たからちゃんと決めたいですね、はい。そうですよね、でもせっかく研究生やったらさ、みんなでいけるかもしれないので、だけど仕方ないですね、はい。そうですね、みんなに集中してほしい気もしますねやって。そうですね、やっぱり、はい、そうですね、出たいっていう気持ちはあるけど、でもどっちも中途半端になっちゃいそうですよね。そうなんですよ、なのでちょっと悩み中ですねじゃあ今日の1位のチャンシモさんの絵を描きたいと思いますあ、そうですね、メンバーは正直今の時期はイベントに課金するならお話し家に課金してほしいよね。確かに、まあ
そうですね、でもね、悩むような、せっかくね、せっかくの機会やったら立ちたいけど、でも、あーではありですね、アバダでお願いします。 OK、 はい、そうです、はい。でもね、配信時間がね、ないので、本当に1日さ30分とかでさ立つのは絶対無理やん、多分。なので、はい、悩み中ですね。はい、ちょっと待ってくださいね。風船にアミタンですね。これ自分で作ったアバターなんですけどね、案外ね、書く機会が少なくてね、どんなやったか忘れがちですそうですね、あとはそうですね、そうそう、あのね、やっぱ毎日配信してたらさ、見に来てくださる方とかさ、結構いてくださっててね、だからね、余計になんか、せっかく毎日配信してるのにイベントに出れないのは悲しいんですけど、まあ仕方ないですよね。でもキャン、あ、やばい、1位変わっちゃった。じゃあファンタジスタさんの書きます。はいありがとうございます。え、大丈夫ですよ、書きますよ。何がいいですか、パパッと書いちゃいましょう。じゃあ、なしで大丈夫ですって来てるんですけど、なんで、兄からの気持ちを書きます。はい、お任せでいきますね。もうですよ、風船ではないです。じゃあさっきちゃんしもさんはアバターのねやつを書いたので、今度はこれを書きますね。はいちょっとちゃうけど、ナミタンバージョンです。さっきはパンダが持ってたやろこんな感じですね。はい、いい感じですねはい、チーズありがとうございます。はい、オッケーかな。はい、じゃあ読んじゃいますね。はい、読みましょう。13位、まさやかさん、ありがとうございます。12位、ちゃんやまさん、ありがとうございます。11位、ひだかこうじさん、ありがとうございます。10位、こじさん、ありがとうございます。9位、りょうじさん、ありがとうございます。8位、こすむらちさん、ありがとうございます。7位、継続は力なりさん、あ、待て待てだ。ありがとうございます。6位、りょがたん、ありがとうございます。5位、くろぶとさん、ありがとうございます。4位、何け、あ、ちょうで、待て待て、あ、いけないじゃん。4位、コニータン、ありがとうございます。3位、ひろゆきさん、ありがとうございます。2位、ちゃんしもさん、ありがとうございます。そして1位は、ジュル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 ジュジュン、ファンタジスタさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではね、ちょっとそろそろ終わりますね。今日の12時まで第二次受付をしてるので、よかったら見においでくれださいちょっとだけでもね、喋りましょうね皆さん。じゃあ終わりたいと思いますが、お仕事頑張ってください。雨もナンブラウィーク最後なので、ちょっとほんまに
あの歩数計頑張りますね。レイには抜かさなあかんから。じゃあせーの、ちゃあ、せーの、ファンタジスタさん、イエーイ、ありがとうございました。じゃあ今頑張ってください。ありがとうございます。皆さんもお仕事頑張ってください。じゃあ終わりますね。ありがとうございました。またねー、またねー、ありがとうございました。おはようございます。よかった。なんかずっとさ、横画面、オーマイガー、画面横にしてるのにずっと縦になってて今だから何回か切れたと思うけど、それ直してたからです。おはようございます。ございます。確かに止まってた。そう、重いんかな、分からへんけど、なんかずっとこの横、携帯は横向いてるのに、ほんでちゃんとね、あの画面が変わるようにもなってるんですよ。画面ロックもちゃんと解いてたのに、ずっと縦になってて。今日もナンバー行くで、ありがとうございます。アミちゃん結局ナンバーラビックに叩き切れ、まあ基本いるね。28、19、20。19もナンバーちゃんとね、して出させてもらったから。おっと、ちょっと移動しないでほしい。昨日ナンバーちゃんお疲れ様、ありがとうございます。この勝手にコメント動かないでほしいよ。今日は普通に南原ちゃん、んちゃ、間違えた、南原 IT 公演です。よろしくお願いしますね。今日もで、まあ今も言ったか、その今日の12時までなので、あのイベントの受付、第2次か第2次受付がとりあえず今日までなので、じゃ間違えた、12時までなので、よろしくお願いします。一応そのいろいろね、細かい決めたこととかはいろいろ、あの昨日のツイッターに上げてるの、ポス X です、すいません。はい、ポストの ALT、 写真の ALT にあの書いたので、またいろいろ見てくださったら嬉しいです。待って、そやそや、テロップ入れてなかった、バグったの直せて安心してた。
怖い。あ、見つけた。申し込みしたよ。ありがとうございます。したよ、ありがとうございます。昨日のばちゃんの子可愛かったな。ありがとうございます。おいらい話し会の最終日誕生日です。1月19日ってことですか、もしかして。レイヤーとの TikTok も書いて、あ、あれ上がったんや。なるほど。そう、前のあれやね、前のナンバーちゃんの時に TikTok あげる、 TikTok 撮るよって言われて、それで撮りました。今日19月22日はアンモナミヤさんと私の誕生日です。おお、私の誕生日。おめでとうございます。今日なんや。誕生日でございますね。皆さんお優しい。おめでとうございますですね。今日はなんかついてた。よし、一応あのオンライン企画やってるのは1月の18日と19日のね、2日です。2日間うんやってます。なんかね、今回オンラインもさ、めちゃくちゃクリスマスっていう日にちでもないしさ、1月18、19もなんかちょっと年明けて数日経ってるじゃないですか。だから結構難しかったんですけど、結局1月18日19日にしました。オンラインの方がね、イベントじゃないわ、企画がやりやすいし、そうなんですよ。今回、ね、リアルイベント大阪ないからさ、全部どこかに行くじゃない、どこかに行くってか、どこかに行くじゃないですか。だから余計ね、オンラインの方があの遠くて行けないっていう方もまあ来れるじゃないですか、オンラインやったら。おはよう、仕事行ってきます。いってらっしゃい、頑張ってください。ちょっと遅めの年賀状だね。そう、まあ仕方ない。今日の14回超えよ。え、でもレーニャのマジ超える気せえへんねんけど、普通にびっくりしたあれ。裏で見とったけどさ、87やったっけ。87やな、確か。おお、もう超えれないよレイニャは。普通にやばいもん。いやー、でもあれやな、欲しいなフルーツパフェは。
あれはもう本人もびっくりやったもんね。レイヤのはバグだと思ってもそう思っちゃうよね。今まで74しかさ出てこへんかったわけ。4人74で最高記録なんだわけやん。急に87来たからさ。壊れてたか、もしくはちょっと動いちゃったからな、なんか無意識に。あとなんか動いてないのにちょっと揺れちゃって判定入っちゃったみたいな時あるやん。歩数計っても人が数えてるわけじゃないから。さきちゃんも46で壊れてる。さきちゃんはそうね、多分さきちゃんは思ったより少なかった方が、どっちなんやろ。フェニア自分可愛いな、全員してる感あるよね。まあマジでずっと可愛いって言ってるけどね。ガチではあるのよ、あれガチで自分可愛いって思ってるの。レイヤでもそれをネタにもできてる。おっと、でも何自分かわいい、なんか自分かわいいっていうか、そのなんていうのな、自分の方がかわいいみたいな。でも自分かわいい的な感じで生きてるとはある、いると思う。顔芸する、それはそう。アイクさんと似てるね。笑う。昨日もね、同じ香りがするって言ってたもんね。ちょっと手が高いのいいと思う。まあそれはそう。たまに高すぎるって時はあるけど、まあ高いのはね。いや、たまにここそれは高すぎるわって時あるけど、まあでもいいことよね。ごめんなさい、あのコメントをピュピュってやるとしたら下のやつが、ちょ上のやつちょっと上がってきちゃった。ちょっとさスライドしたら止まっちゃうね。おはようございます。お、427やって、427、ありがとうございます。では壇上を読もうと思います。間違えました。
こやったっけ、ここ、あ、ここです、はい、合ってます、はい、誕生見ます。岩中さん、よしさんありがとうございます。12けいさん、ありがとうございます。11よちさん、ありがとうございます。10位なるさん、ありがとうございます。9位ひーちゃさん、ありがとうございます。8位とかまささん、ありがとうございます。7位じょうさん、ありがとうございます。6位てこもちびたさん、ありがとうございます。5位ふろしきさん、ありがとうございます。4位はねうまさん、ありがとうございます。3位けんちゃん、ありがとうございます。2位まさのんさん、ありがとうございます。そして1位は黒沢さんでした。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、おっと、なんで取れる。今日は20か、金曜日、黒沢さん、はい、うん、あ、いい感じ、かわいい、はい、やっぱ底面にしたら何でもかわいいね。よし。よし。じゃじゃーん。今日の1位は黒沢さんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございます。ということで、明日は何日に、土曜日か、土曜日なので8時半かな、はい、8時半からの配信となります。あり、光栄です、ありがとう、光栄です、ありがとうございます、ありがとうございます。はい、ということで明日は8時半からよろしくお願いします。はい、ということでありがとうございました。今日も頑張っていこう、よろしくお願いします。バイバーイ。これはここ。
なんかえらいうまくいけん。わけないよ、仕事や。失礼な人多い、ほんまに。失礼な人か無言な人しかおらんねんけど。これでさ、私がさ、そうなんです、デートに行くんですとか言ったら怒るくせにさ、無神経にも程があるわ。逆にどの答えを期待してんの？なんて言われるのが正解なの？なんて言われたらいいの？どの答えを求めてその質問をしてるのかが分かれ。どういうこと？何どういう意図なん今の。怒りますよ好きだからって。じゃあ何、おるって言ってほしかったの？おるっていうのが正解やった。おるって言って怒りたかったってこと？何を求めてるの？いや、どうせ聞いて怒るんやったら言わんでいいやん。何のために？知らんよ。だから毎回言ってるけど、謝ればいいって問題じゃないからな。毎回言ってるけど、だから送る前にコメントちゃんと確認してなって言ってんのに、せえへんから悪い。別に紹介じゃないやろ、紹介じゃないやろ
何回も来てんやろ。でなんで分かれへんの。初見ってついててさ、それならまださ分からんくても普通やけどさ、何回か来たことあってさ、他の人か自分かが怒られてんの見ててさ、なんで自分は違うって思う。思ってないんかもしんけどな、怒られたいからコメントしてんのかもしんけど。暗くてなのに、行きたくないな。このまま配信5時間くらい続けてたらいかんでいいとかならんかな。9月28日、あ、公園。
まに行きたくないねんけど、ボイコットしたい。どうしよう。なんかかけたし、うん、ほんまに今日行きたいとか行きたくないとかじゃなくて普通に誰か助けが欲しいわ。ほんまに無理。明日ね、ついに夜音、日比谷夜音東京でのライブですけれども、皆さんどうかな、来てくれる方多いのかな。お、握手券当選したよ、よろしくよろしく、ありがとう。足りますか、大丈夫ですか、今の枚数って。全然21、あの多分30受け付けもあると思うんで、ぜひ多分足りおかない、足りますかね、足りるかな。全然あの話すこと多分いっぱい増えると思うんで、ありがとうございます、お申し込み、ほんまに嬉しい。うん、愛知幕張行っちゃうよ。わー、2つもありがとうございます。大丈夫ですか、足りますか、今のお申し込み枚数で足りますか、どうですかどうですか。こんばんは。今日はね、新しい香水を買ったから嬉しいんだ。めっちゃいい匂い、マジでいい匂い白目むく。え、足りないかもしれませんですよね、多分。うん、私の予想だと今のじゃ足りないと思うんで、まあ、30受付始まったらぜひまた、はい、今回ね服装もちょっと頑張ってみようってことでやらせていただいてるんで、どの日程も、はい、服は着てるんでおすすめです。顔小さくなってないですね。あ、え、前回の東京ライブ声援ダメやったん、そんな前やっけ。もう 2,3、 あ、何買ったの、ちょっと私そう、香水はほんまに、じゃあこれは来てほしいからとかそういうんじゃなくて、本当にオンラインお話し会か握手会に来てくださった方だけに、そう、あんまりなんかあんまり教えたくない派の人なんですよそう、謎のこだわり。握手会でその代わり、かげますよ。
かさ、でもコース選んでる時ってさ、もう吸いすぎてさお腹パンパンにならん？どんな香り？なんて書いてあったっけな。でも私基本甘いラストノートっていうの、なんていうの、最後に残る香りが甘いのが好きなんで、とりあえず何枚やったらいいかな、何枚なんですか。全然無理する一歩手前で全然大丈夫です。はい、はい、全然。でもいやほんまに、でもってめっちゃ言うやん。話したいこといっぱい多分ほんまにできるから知らんけど、服は着てください、安心してくださいね。明日楽しみ、ほぼ一番後ろの席を。でもどのくらいなんやろ距離、私初めてやから楽しみ。うわー、なんか明日か、2年前とかか。お休み、もう寝るの？おちんちゃんがね、質問返し喜んでたわ。こんばんは、かわいい、ありがとうございます。こんばんは、嗅ぎたいよ。ぜひ握手会へ握手会に来ると嗅げます、この私の今日買いたての香水がずっと欲しくて迷ってて、そう。こんばんは。もうめちゃくちゃ香水集めてるかも私、やばい。1、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10個ぐらいあるかも。もっとあるかも。こんばんは、握手会久しぶり、楽しみ。香れるの久しぶり。昔ね、確かに。よろしくお願いします。大丈夫ですか、今の前それで皆さん足りてますか、大丈夫ですか。全然三重受付あるんで、はい、そちらの方でまた調節していただいて、はい、多分私の予想だと本当に皆さん多分今のままじゃ足りないと思うので、はい、うん。しおりちゃんの匂い独特ってメンバーよう言うよね。あ、そうですね、私なんか、うん、その定番な王道の香水とかはあんまつけないかも。逆にフローラルとか本当に女性らしいなんか爽やかなとかよりもほんまにちょっとお香みたいなそっち系が多いかもしれない。しおりちゃんすぐタメ口になってくれないからな。タメ口がいいんですか。私でも本当に人と仲良くなって初めて出会ってからタメ口になるまで今までの経験だと2年かかりました。2年。ね、明日天気ギリどうなんですかね。お疲れ様です。明日日比谷やんお願いします。来てくださるんですね皆さん。でも多分暑いと思うんで本当に水分取れるよね、取れるよね、さすがに。マジでそこだけ気をつけてください。うん、自分大丈夫と思ってても多分本当に、だからご飯食べよ、みんなご飯ちゃんともりもり食べとけばギリいけると思う、知らんけど。いい女の香り、今日買ったやつですか、どうなんやろ。まあそうなんちゃう。ぜひ鍵に来てください。明日早起き、え、早起き、うん、どうだろう、わかんない。ちょっと私ほんまにすぐ、うん、あ、ガールズペディアもね18日に発売されて、私も今日やっとチェックできました。やばい、あの自分のソロページ見た瞬間に、え、あんたこんな表情できんのって言ったもん自分に。マジでお気に入りのカットがあるから、またねそれもオンラインお話し会で鑑賞会一緒にできたらなって思うんで、はい。
あ、明日行くからね。ありがとうございます。お待ちしてます。なぜかオンラインと今回リアルも持ってる。リアルありがとう。どの大丈夫、喋る秒数足りる、いつもギリギリやけど大丈夫かな。お、神戸役者取った、ありがとう。待ってます。神戸はね、そう、まず今回は10月12日とのオンラインお話し会と10月27日の神戸の握手会を完売させたいなと思っているので、どの日程に来ようかな迷ってる方はぜひそちらがおすすめですっていう、はい、そうね、うん、いろんな、なんかハロウィンしおりちゃんが見れたりもするんでね、明日ね東京のライブに楽しみ。あ、配信で、そう、配信もあるんで来れないよって方は、あ、でもね、あの、うん、私的には現地、うん、もちろん現地も楽しいんだけど、配信で見てても今回私推しの方は楽しんでいただけると思います。はいはい、配信の方が逆にでも私推しの方は、そうやな、うん、かなもちろん現地も現地で、うん、こんばんは。コジリンやレイちゃんとは何がですか、何の話したっけ。今回のシングルで5期生が揃ってるのめちゃくちゃ嬉しいです。楽しみにしてます。楽しみにしてください。そうね、しおりちゃんはお香の香りがするのか、いや、お香の香りではないけど、なんかそっち系の変わった匂いですね。久しぶりだから敬語になっちゃいそう。握手スプラッシュ結構やばい、うん、場所によったらうわ、夜行バス乗ってきてくれんの、ありがとうね。大変やけど日帰り、うん、こんばんは。しおりちゃんもいっぱい水分補給してね。大丈夫です、私たちは本当に嫌でも、はい、水飲んでって、赤入り飲んでって言われるんで、袖で、はい、ステージ袖で大丈夫です。ありがとうございます。本気出しましたね。何の話、あ、ガールズペディアですか。そう、みそら、今回田中みそらちゃんとペアなんですけど、ペアカットは4人のカットとペアカットと1人があって、みそらちゃんとのやつもめっちゃ漏れてたわ、私やばい、今回もやばい、可愛い、更新しすぎててやばい、うん、自分で言うことちゃうなこれ。グラビア見て腹筋割れててびっくりした。あれ割れてないんですよね実は、はい、あの割れてるように見せてるだけ、はい、今はもうこんなもお見せできないぐらいポヨンポヨンでやらせてもらってます。ニヤニヤするだけやし、リアルが行くかどうか分からへんし、なんでよ、来てよ、こんばんは。そういえば前のガールズペディアのチェキ当たってこの前届いたよ。おお、今回もじゃあ狙っていきましょう当たるかな。幕張しか行けないけど買いました、また次追加します、ありがとう。いや、関東もね、ちょっと関東もう人来てくれるかなって心配やから、嬉しいです、ありがとうございます。何があるの、気になるライブですか。お、前乗りでもう東京着きました、明日楽しみましょう、楽しみやな。うん、なんか別に狭狭めまになったからいっぱい映るとかそういう感じの楽しみにしててじゃないです、私推しの方はここまで言ったらちょっと分かっちゃうよね、何があるかね、何があるっていうか何するか、私が、前回は AKB メンバーがサプライズで登場してたね、今回はどうでしょうか。そういうところも含めてぜひ皆さん目を離さずに、はい、おー、明日行きます、ありがとう。
やマジで何回も言うけど、みんな水分、水分だけじゃなくて塩分も、アクエリーノもみんなマジで塩分チャージタブレットね。明日日比谷で一緒に熱くなろうな、なろうな。明日は上手の席になりました。上手っていうのは私たちから見てですか？うん、皆さんから見てか。うん、こんばんは。新幹線無事に着くことを祈ってて。お尻好き、私のお尻ですか、ありがとうございます。おしめんとおしめんのペアは最高すぎる。みそらちゃんね、みそらの方が先輩感あって笑った、なんでよ。まあツインテールしてたからか。ほんま、やっぱ足しびれてきた。ガチ恋勢なのでグラビア見てなえる、なえる、これ当てる、なえる日々です。そうなん、え、どういうこと、なんでガチ恋勢やとグラビア見たらなえんの、どういうこと、他の人にもうこれ見られてるって思うのが嫌ってことですか、どういうこと。あ、明日カメコからお願いします。頑張っていっぱい泊まるから、幕張で会おうな。え、明日旦那と行きます、初めて NMB ライブ連れて行きます。やばい、暑い、それはやばいじゃん本当に。え、四国に来てくださいね。まだ行ったことないな、 NMB のお仕事で行けるように頑張りますね。こんばんは。処理ルーム入会させていただきました。お、素晴らしいです。はい、なんと今ならガールズペディア、水着のグラビアのね撮影のオフショットが、オフショットの写真と動画がどんどんアップされていってるんで、はい、お買い得です、お買い得じゃ。しかも前回の水着撮影のやつももう全部残ってあるんで、結構はいいいと思うんですけどね。はい、うん、水着グラビア好きの、変態の皆さん、ぜひ入会お待ちしてます。まあ、でも私はねグラビアってさ、もちろん水着やからいいけどさ、なんかより一層さ可愛く見えません？だからそこも好き、普段見れない姿がやっぱ見れるのところが好き。年々ご規制への好き度が増していってて、過去の動画とか探しまくってずっと見てる。嬉しいけど大丈夫、私過去の動画大丈夫、私のこと嫌いなら結構過去えぐいよこうぶっ飛んでるよなかなか。うん、今日の髪型ね、これなんか、あ、そう、ライブさ明日の髪型これで行こうと思うんやけどさ、馬みたいな、本当は下ろしたかったけど、まあなんかいろいろ衣装とか見てこれにしようと思う。まあもうね、30人いるからさすがに被るのはしゃあないし、暑いし、うん、首元すっきりさせたいなってことで、これ身に見えどうかな。ひそらちゃんは新喜劇に出てそうな雰囲気あるよね。あ、でもね、うん、なんか受け答えがめっちゃ面白い、ほんまに。みそらちゃんめっちゃ座席前やったので楽しみ。おお、じゃあ全力のしおりコールぜひお願いしますわあ、まあまあ前の方の席、おお、すごい楽しみ。しおりちゃんのグラビア好き、ありがとうございます。もっとしたいなグラビアもな。こんばんは。みそらとしおりちゃんどっち背高い？私の方がちっちゃいんじゃん。砂浜にお絵かきしてるやつバブくて好きあれ、ね、明日ツインではないんですよね。ちょっとやる曲見た時に、あーこれツインじゃないなって感じなんで、ちょっとそうですね、で小出しもちょっと、明日待つ。そう、え、ミソル151ぐらいしかないの？
ほんま？ちょ、あんま覚えてないな。明日これで行こうと思う。いや、そっか、でもデコ出した方が見つけは安いんか。何や、見つけは安いって日本語。バーシーめっちゃしびれてる。デコ出しか。でもな、写真に残るって考えたら、ゴキッキグラ、ゴキのグラビア、私は全然やりたいですよ。うん、私は全然やりたいですよ。やばい、バリアージしびれてる、やばい。初期の頃から知っていて、最初は不思議ちゃんかなって思ってた、思って見てたけど愛おしくて好き。あれ優しい。めっちゃめっちゃ絶対いい人。こんばんは。やばい、今ボーンって置いたのバレる。結構私こういうの雑なんです、はい。机に物とか置くときもなんかポンってやっちゃう、そういうとこ。やばい、めちゃくちゃ足しびれてる、ほんまにやばい。このお洋服は和田美優のお下がりです。おもろ、後輩に服をもらう先輩です。そう、今日香水買ったんやけどさ、あのなんかさ、買ったらさ、高島屋とかってさ、なんかこういう試供品くれるじゃないですか。でもなんかくださったこの試供品のやつが、私が多分色白で、でもすいませんね、ちょっとなんか肌のトーンと合うやつが今なくて、結構暗めのやつになっちゃうんで、ぜひあの何、はい、なんていうの、あれシェーディング代わりとしてこのファンデーション使ってくださいみたいに言われたけどさ、私そもそもシェーディングせんからさ、暗めのファンデーションこれどうしようって思ったけど、いた、またまためっちゃ足しびれてる、やばい、待って、無理無理無理、やばい。お疲れ様です。やばいやばい、めっちゃごめん、みんな足しびれてる、やばい。そう思ったけど、あのいいことを思いつきました。あの池田天奈ちゃんに、天奈にあげようと思います。結構あの子焼いてらっしゃるから、うん、ちょうどいいなと思って、明日いるしさ、うん、どのくらい黒いんやろこれ。とりあえず選抜に選んでもらってありがとうの気持ちで投げときました。それではお元気でお過ごしください。ありがとうございます。ぜひ感謝の気持ち直接伝えさせていただけたら嬉しいです。ありがとう。しびれるほど今座っ、なんか普通にさ、正座じゃないけど普通に座ってただけでめっちゃしびれた。そう、なんかね、日焼け止め屋外でもあんま塗らないみたいに聞いてるから、聞いたから。今何時でしょうか。今何時でしょうか。8時20分。ありがとうございます。ありがとう。じゃあそろそろ終わりたいと思います。はい、そう、早く寝て明日に備えなくては。皆さんも早く寝てください。ほんまに、あ、皆さんはそんな、あ、でもそっか、移動する方は早いのか、うん、よく寝ないとね、みんな倒れちゃうから。
ライブ来てくださる方はぜひ体調に気をつけて一緒に目いっぱい楽しみましょう。ほんまに念願のな東京ライブやし、配信の皆さんも、はい、絶対楽しんでいただけると、うん、思うんでお待ちしてます。そしてね、これが愛なのかじゃない、頑張らない30枚目シングルのねイベント握手とかオンラインお話し会とか写メ会の受付が今あって、まあ、今は受付してないんですけどまた30受付も始まると思うのでぜひまたご応募お待ちしております。はい、頑張らない。ぜひね、来られない方は配信でも絶対楽しんでいただけると思うので、うん、楽しみにしててくださったらなと思います、うん、頑張らない。頑張らぬ愛、略称は何やろ。頑張らないでいいんじゃない。なんか頑張らないってなんか意味ないと思う。意味ないっていうか、なんて言うんやろ。そう、頑張らないに聞こえるので多分正解だと思います。そうそうそう、頑張らないっていう風に聞こえるので正解。30ね、まだなんかサイト見たら二次受付までしか書いてなくて、また分かんないんだよね。頑張らぬ愛、正解っていうか、なんて言うんやろ、意味じゃないな。頑張らない、頑張らないみたいな感じ。頑張らない、なんかぬあいがもうないに聞こえるぐらいの。でもメンバーたちもさ、頑張らぬあいっていうのが正解なのか、頑張らないっていうのが正解なのか、ちょっと分かってないところはある。誰か教えて。いやマジで楽しみにしててほしいな。13位ヤッピーヤッピーさん、12位がおさむさん、11位がぶっちゃんさん、10位がしんじさん、9位がベイタさん、8位がまちかね福きたるさん、7位がゆうさん、6位がたーちゃんさん、5位がワンタンメンさん、4位がくま4号さん、3位がけらさん、2位がたかしさん、1位がひとしさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。明日ね、またライブ終わった後何時になるんやろ、配信できるかな。できたらな、ファンクラブかショールームしたいところなんですけど、寝落ちしなければ私が。はい、明日楽しめます。はい、いやでも本当にしおりのこと少しでも好きだかもって思ってる人はぜひ配信見てほしいな。直接足運べないよってね、なる方はいや見てほしいな、ほんまに。はい。ありがとうございました。あとそうそう、来てくださる方はタオルもあったらめっちゃ楽しめる、マジで。じゃあね、ありがとうございました。バイバイ、おやすみ、みんな。お疲れ、今日も。バイバイ。あ、またファンクラブの方にもオフショットとかいろいろ更新してるんで、見てねー。ありがとう。12日ですね。明日21日のこの盛大イベントファンミーティング東京は出ないんですけど、22日は当日券が出ることになりました。よいしょ。よかった。はい、ひょっとしてね、
なんだろう、申し込みし忘れちゃったっていう方や、やっぱり今やこの時間やったら行けちゃうみたいなね人がいた場合は、よかったら当日券ありますので、9月22日はよかったら会いに来てください。よろしくお願いします。チェキベさん、ターボオラ、こんばんは。あ、大谷さんすごかった。タカさん、こんばんは。今日何があったんですか。当日券買わないと。ズカさんもう持ってるでしょ。ユサヤさん、こんばんは。明日のチケット買うか、まあ迷ってる。え、チケット買ってないんですか。買ってくれてると思ってた。買ってないんですか。吉松さん、こんばんは。これ買ってみたんです。今日エッチスのフェイスエディション、プライマー、プライマーなんですけど。あ、3打席連続ホームラン、通用。それはすごい、本当にやばい。そう、迷ったらとりあえず買っちゃおう。吉松さん、こんばんは。ドラマさん、ハートありがとうございます。そう、全部買ってる人はもう来てください明日。いえ、エイジさん、いらっしゃい。高谷くん、こんばんは。え、今日だけで10打点やばくない、やばくないですか。10打点今日だけで。ふっ、うしゃみした。高谷さん、ハートナイス。修造さん、こんばんは。あ、私そうなんですよ。そう、もうね、あれなんです。もう締め切っちゃったから買えないんです。あ、そうですね、全部買ってる人も追加で購入もありです。くしゃみが、くしゃみしそうでやば。くしゃみが、仕事でなんでベラが出てきます。了解です。タカさん、ナイス。ラブレター、ありがとうございます。ありがとうございます。 BPM さん、おまんまです。タカくん、ハートありがとう。20点対4の試合の20点のうち10点取ってる。強すぎる。20対4はまず強いしね、やばいですね。うん、みやちゃん、 NMB のライブ見に行くんですか。エミカの生誕には来てくれないんですか。タキ、こんばんは。ユサヤさん、ナイスバラ、ありがとうございます。エミカには会いに来てくれへんの。 NMB に行くの。それをここで言うの。エミカは悲しい気持ちになるよ。お酒あてまきに持ってく、焼肉に持ってく。じゃあ焼肉で選べるなら。タッキー、こんばんは。あ、でもあれか、ズカさん的に重たくなっちゃうか、荷物。大阪やったら。ユサヤさん、ナイスバラ、ありがとうございます。ありがとうございます。そう、日本に帰ってきたということでね、ちょっと余裕がと思うんですけども、全然そんなことなかったです。イベントがあるからね、なんやかんや今日まで、明日までか、明後日までか、イベント終わるまでバタバタしてるわ。でででーん、ファンミチュー、ファンミチュー。ただいきさん、1000万両ナイフ、ありがとうございます。1時間もできない、やらんかも。お風呂今沸かしててそう、お風呂沸かしてて、お風呂沸いたらお風呂入りに行くわ。ゆさやさん、ナイスアイスクリーム、ありがとうございます。ただいさん、いらっしゃい。もうベスト1本とツーベース2本で6打数6安打。めっちゃすごくない？本当に。同い年なんです私、大谷さんと。同い年として、てかね、あれなんですよ。この間 LA 行ってた時にね、ちょうど大谷さん試合、試合なくて、何も見れへんかった。まあ見る時間なかったけど、無理やった。池さん、こんばんは。何勇気、14分では終わらない。玉ねぎさん、パルパップナイス、ありがとうございます。バーベキュー中は晴れるようにエミカ頑張るから。一応池さん、でも一応屋根あるところやから雨でも大丈夫やと思うねんけど、でもさ、なんやかんやってさ、雨降ってたら移動大変じゃん。そうだからさ、雨は止ませたいよね、どうにかしてね。あ、OK、 よろしくね、玉ねぎさん。チェキと動画やな、玉ねぎさんは。チェキと動画を撮らないとわかんない。え、記念 T シャツ買った？あんたもう激強じゃん。やば、えぐ、落ちた。
ね、バレたんやけど今日買ったやつやねんけど、割れたんだけど、え、不良品やねんけど、やば、今日買ったんやけど、今日買ったんやけど、今日買ったやつ割れた、シピシピのやつ、まだ使ってないのにえ、やばくない？ほらねえ、めっちゃやだ、え、辛すぎる、え、やだ、ねえ、割れたやつないの、しかも、うわ、辛すぎる、え、どうにかならんのこれ、どう、なんかできひんのかなこれ、割れちゃった、こう、悲しい、悲しい、どうしよう、悲しい、試合ない日にもヒット記録するんですか、アフターマルシェって何、123ファンダルップナイス、ありがとうございます、高山さんこんばんは、お、じゃあコンプリート、破壊しちゃった、いやでももともと壊れてた説あるよね、これ役場まで運転が遠い、役場まで運転するの、あ、そう、鶴橋の駅からちょっと遠かったみたい、バーベキュー会場、池さん大丈夫そう、シューザーさんファンレバップナイス、ありがとうございます、今入れとったらいける、今入れてたらいいの、29日東京競馬場イベント出るんです、あ、え、待って、池さんなんで知ってんの、なんで知ってんのとか言って、池さんなんで知ってんの、どこに出てた、教えて池さん、何で見た、何で見たっすか、え、そんな T シャツあんの、タボ、私ロスで買おうと思ったけどさ、結局買わずに帰ってきちゃった、時間なくて、そう、イベントん、映画祭してたからさ、映画祭終わってホテル帰るってなったらさ、ね、お店とかやってない時間でさ、そう、だから全然買えやんかった、そう、残念JRA のホームページにエミカの名前載ってんの、待て待て待て、教えてURL 送ってねえ、池さん、やっぱりあれなんだよね、 NMB の時からさ、事務所のマネージャーさんよりファンの人の方が早く情報を見つけるのよ、え、ねえ、 Twitter のコメント欄にさ、池さん URL 送ってください、まーちゃんやっぴー、ジョコさんも見てる、シンジさんこんばんは、ピアスホワイトゴールだけど大丈夫かなと思ったけど、え、めっちゃ嬉しい、ホワイトゴールド超おしゃれじゃん、おしゃれ、ゆやくんこんばんは、こんばんは、ね、めっちゃ悲しい、シピシピのさ、このさ、これちっちゃいやつ買ったのにさ、割れた、今開いて今割れた、こんな感じどう、かわいいスタンプどんな感じになるんやろ、こうやってなんかメイク直しみたいな感じで、ちっちゃいから外に持って行ってさ、で、あのボボボボボンってしたらさ、メイクよれた時に直せるかなと思ってさ、買いたくて買ったんやけどさ、あの箱が割れ、箱これが割れたからさ、そう、なんかせっかく持ち運びようの言われてもったらさ、なんか使いにくいねんけど、え、でもめっちゃなんかいい感じにカバーされるくない、めっちゃなんかお直しにぴったりかも、え、めっちゃいいやん、お花とかめっちゃ綺麗に、ほら肌めっちゃ綺麗に見えるくない、ほらほら、やっぱ壊れてるから落ちるわ、でもこれ、うん、これここがさ、取れてんここがなんか、直せやんのかな、これなんか接着剤とかで無理なんかな、めっちゃ嫌やねんけど、シピシピのやつ、とりあえずでも使えるからいけるけど、使ってる人が可愛いからやって、え、17枚もあるの、でも17枚は多いわ、多分、ゆうやくんかばば、
東京競馬場なら行けそう。そう来れるっぽいですよ、あれイベント。そうだから告知しようと思ってたけどさ、先に JRA さんが告知してた。送ってない、池さん URL。 あ、送ってくれた、ありがとうありがとうありがとう。後で見てあれするね。ありがとうございます。みゆさんこんばんは、お久しぶり。いよいよ月末にスプリンターステークスですね。今シーズン713来るかな。いや今年こと来てほしいよね、しんじさん。そしてしんじさんがやったーって言ってる姿を私は見たい。ともちさんこんばんは。そう、29日の、スプリンターズステークスの日に東京競馬場でイベントを出させていただきます。はい、こんな感じで告知すると思ってなかった。そう決まってたから言いたかったんけど、ツイッターとかで。そうで告知しようと思ってたけど、先にホームページに書かれてたらしいです。そう、池さんが教えてくれた。なんでその URL をあれしてツイッターとかに書くので、皆さんよかったら後で見てみてください。はい、予想会とあとパドックを見学するっていうイベントがあって、パドックの方は確か抽選やねんけど、でも予想の方は確か誰でも入れるとかやったと思うんで、近くにいる方は来れちゃうよ。ともちさんこんばんは。そうなのであれです、9月の頭は一瞬だけ東京行ったやん、でロサンゼルスやん。いや東京ロサンゼルス東京東京すごいよ移動が。ともちさんだるまさんです、ありがとうございます。今度東京競馬場のVIPルームで観戦するんですけど、ドレスコードがあるので入れないかも。あ、そうVIPルームは結構しっかりしているので。そうなんですよ、この間VIPルームに行かせていただきまして、私もそこからイベントで行ったんですけど、めちゃくちゃ素敵でした。はい、超いい場所でした。VIPルームいいなって思いました。29は、あ、時間次第で来れちゃうかも的な。なんかめっちゃ足痛い、なんでやばい。そう G1 まおちゃん、あげしんじさん、あげナイス。 G1 予想まばけください、行っちゃうよ。だってずかさんおいでおいで、ずかさんまおちゃんよかったら。チケットとか無料なのかとか、ちょっとそれがホームページ見ないとわかんないので、そう後でまた URL 貼っとくね。万馬券私も欲しい。行きます。競馬の神様さんこんばんは、フェリオさんこんばんは、こんばんは。東京競馬場はそれこそこの間そのイベントで行かせていただいたんですけど、あ、くるくるしてたんですか、あらららら。そこの間行かせていただいたんですけど、東京競馬場さんイベントでめちゃくちゃ大きくて、やっぱりなんか最近の競馬場って昔が思う競馬場のイメージとは全然違うなって。そう、私もそんな、まあ30そこそこのね小娘なんですけど、全然違うなって思いました。うん、綺麗めっちゃで、そのVIPルームのところら辺でレストランみたいなカフェみたいなのがあるんですけど、そこでケーキを買ってケーキを食べたんですけど、そうケーキ美味しかったです。結局 EX ログインできなかった、しんじさん。待って、それで思い出した。私もさ、その29日のさ新幹線チケット先買おうと思ってさ、ログインして買うところまで行って、ご飯作るためにキャベツを洗うのに切り替えてさ、買ってなかった。買うわ。買いに行きます。うん、あ、今新潟から帰ってます。明日まで間に合うかな。うわー、間に合いますように、待ってますね。ブライモンさん戻れなさそうなんで先投げて、ありがとう。ダブニーさん、あ、小猿さん、ただいま。小猿さんチケット買ってないやろ、9月22日のあさってのイベント、当日券発売されるって。どう、玉ねぎさん、あげ、ナイス。あれか、東京競馬場のやつ、あ、見つけた。あ、村子さん、そうなんです。はい、一緒にやらせていただきます。タムネギさん、お疲れ。スタンプありがとう。スタンプナイス、似合うスタンプナイス。
ありがとうございます。徳田さんこんばんは。しんじさん、だるまさん、ありがとうございます。29の競馬場激混みかなって。そっか、激混みとかもあるんか。そっか、そらそうやんな。え、どうなんやろ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 。玉ねぎさん、いいね、ありがとう。しんじさん、だるまさん、ナイス。玉ねぎさん、お花ありがとうございます。だるまさんもナイス。高さバレバップナイス。カズさんこんばんは。自分は男がうまいしか走れないんですか、競馬場でカメさん見れるんですか。見れちゃいます、大志くん。来ちゃおう。これ外れたもんだって。え、じゃあ来れるやん、じゃあ来れるやん。こっそりさん、来て来て、おいでおいで。明日は11時から新橋。そう、エミカも。え、11時から新橋ちゃうやん。え、なんで仕事。あ、そうそうそう、馬の仕事です。9月29日の、スプリンターステークスの、予想会と、その後に東京競馬場の、パドック見学みたいな、 裏側ツアーみたいなやつにイベント参加させていただきます。 JRA さんのホームページに私の名前が載ってるらしいので見てください。私も知らなくて、今ここで教えてもらったんで後でチェックしたいんですけど、そう、だから私が告知する前にみんなが先に名前見て知っちゃったみたいな感じ。明日のイベントはドレスコードありますか。あ、ドレスコードはですね、特にないんですけど、あの T シャツ持ってる方は T シャツ着てくれたら嬉しいなと思います。なんで、あの当日その場で T シャツ多分もらうと思うんで、余裕がある方はそこでパッて着替えたら私とおそろっちになるそう、でも着替えなくてもいいわとか、明日は私服にして、明後日はあの大阪に来るから大阪でその T シャツ着るね、洗濯大変やしみたいなのも全然ありです。久々にちはね、エミチが来るなら激コミやろうやっていや、エミチのおかげで激コミや、言われたいな、言われたいな。マークこんばんは。ドンペンって平気ですか。で、平気です。あ、広島、え、あ、巨人勝ったん、あれは阪神は、スプリンターズ中山やから、そこでもしたけど、確かにね、確かにね、確かに、ね、あの中山競馬場やから東京激コミではないんではない、そのイベントに来てくれるっていう感じかな。あ、野暮用があるの、ずかさん、松さん、ハートありがとう。そっちのが行きたいわやって、すごいよね、来てください。ちょっとあの申し込みとか、なんかちょっとその辺の詳しいことがわからないので、ホームページを見てくださいとしか言えないんですけど、今ちょっとね、そうそう、でも来れるらしいので、なんか本当にクローズイベントみたいなんではないから、来れちゃう。そう、でもあの盛大イベントを来てください松さん、ハートありがとうございます。今日婚活はマッチングアプリらしいです。どういうことですか、婚活はマッチングアプリ。新橋に用が済んだら有楽町に戻ってから新橋に U ターン。すごい、めっちゃ忙しいやん。あ、そう、焼肉 T シャツ着てきて、着てきて、一番ぴったりよ。焼肉、ベジファースト、ドーナツ。修道さん、ナイス。お花ありがとうございます。キギマさん、ファンレバップナイスです。ありがとうございます。赤坂さんこんばんは。ゆくみなくえさん、ファンレバップナイス、お疲れ様、スタンプありがとうございます。あ、スクラッチ0時に始まると思わなかったが、なんとか意思を立てます。すごい、本当にありがとうございます。高木さん、強い強い、ありがとう。高木さんマジでずっと意思を立ってるもんね。本当すごいよね、本当すごい、マジで、なんですごいあ、見つからへん、私も分からへんねん。私のコメント、あの X のコメント欄に送ったって言ってくれてた、さっき。飛べるかも。あ、阪神負けてるやん、カナピー。あ、横浜ハンなの、まーちゃん。今日もお疲れ様、ウカメン、ナンコイさんもお疲れ様でございます。え、スクラッチで新幹線代溶けた、本当にありがとう、本当にありがとう。しんじさん、 A ゲットできてよかった明日焼肉、明後日ピザめっちゃいいな、私の T シャツ食べ物ばっかで。あ、そう、中山じゃ、そう、東京でイベントの、うん、中山じゃなくて東京で、東京競馬場で予想をする
そう予想して、で東京競馬場の中をなんかあのなんていうのバックヤードツアー、多分中山競馬場だったら当日はそう人多すぎてそんなツアーとかしてる余裕ないから、多分いやだから多分東京なんやと思う。もうツーアウト、もう終わりやん、もう終わりやん。池さん、石兄さん、お疲れ様です。マルティン、オラン、ターボやばいな。チロルにする？選び放題。今日勝てば順位がひっくり返ります。あ、そうなのね。え、結構あの阪神もね、1位とこうなってるからね。東京競馬場は遠い、めっちゃ。試合終了だって、まおちゃん試合はツーアウトから言ってるけど負けたそうです。お疲れ様でした。一二三ファンレパップナイス、ありがとうございます。どのツイートへのリプって書いてるよ。どのツイートへのリプって、池さん、私さ携帯で配信してるからさ見れへんツイッター。でも後でどっちにしろツイッターとインスタに載せるね。私がちゃんとツイート書くね。配信見ながら中継見てるので知ってる。知ってた。時差だった。修造さんいらっしゃいいらっしゃい。バレバパブー。フォローしてくださいよ。フォローしなさい。フォローしなさいな。ちょっと前髪切っていく、明日。見えない。目が見えない。金太郎みたいな格好してるって、ユニクロやばいよ。このおしゃれなこのタンクトップ、これをさ金太郎っていうのってさ、おじいちゃんやん。日本昔話を小説のように読むタイプのおじいちゃんやん。読みなみか二十歳じゃないよ。キャッチ外れ2分してるからなくなるリスクは少ない。ありがとう、本当にそうなのよ。ピアスすぐなくなっちゃうからね、本当に。この何ここは取れへんねんけど、この辺すぐ取れてなくなるから、うんね、危ないからね。ありがとう高木さん。あ、ノラタンさんいらっしゃいです。ありがとうございます。ありがとう、ノラタン様もお疲れ様です。腹かけちゃいます、ちゃいます。30分じゃ経過ジャムで行けないか。だってどこから行けなさそう。あ、そう、府中競馬正門前駅から歩いていくんね。そうこの間行った、これが一番近いね。さすがターボ亀田、もう二十歳か。だって何年前や二十歳は。家から30分は無理かも、多分。どこか分からんけど、うちの最寄りが多分無理やと思う。決めつけちゃったけど多分無理かな。ピアスはね、本当にね、危ないよね。ジョーちゃん3歳なん。ジョーちゃん嘘だ、お酒飲めるよろ。一個手前で降りて歩きがちやって。なるほどね。なんでなん。え、うちから原付で10分ぐらい、めっちゃ近いですね。めっちゃ近い。あ、中山競馬場やったら近いんですか、大志くん。くそ、ダメだな、ダメだな、かゆ、なんかかゆ。中山の回収率がいっちゃんいいらしいっす。予想頼みます。
昼間に仕事上がれば間に合いそう。おお、いけそう。無理しやんだよ。でもまるさん、こんばんは。こんばんは。そう、どんな感じのイベントか私も分からんからさ。そうそうそう、どれだけ近い距離なのかとか遠い距離なのか喋れるのかとかも分からんけど、そう、うんうん。マルサさん、こんばんは。こんばんは。お仕事で財布が重くなるの楽しそうだね。だってどういうこと？あれで稼いでるでしょってこと？全然ですよ。全然全然、本当に全然。もっと稼ぐべきやと思う。もっとください。 LA まで行ったのも、 LA もだってさ、私 LA の飛行機もさ、ホテルも自腹やで。今回は、あ、万馬券を信じて買うので予想頼みますやって。多分私予想はそんな万馬券みたいな、なんか絶対この人気薄い地域ますみたいな多分やらんからさそう、万馬券はさ、もうきっとやけど、まおちゃんの誕生日とかの方が当たるかもよ隣のし、あ、そうなんですか。最寄りから3駅、すごっ、めっちゃ近い。原付じゃなくても全然近かったですね。LA チョコあるよ。チョコで行った。あ、嘘。チョコ、日本からチョコやけど、あれ大阪から東京までは別の飛行機で行った。だから東京乗り換えの、東京から LA までチョコっていうので行きました。そう。ドラッペさんいらっしゃい。だからあるっちゃあるけど、大阪で行ったら。あれやった、めんどくさかった。一番めんどくさかったのが、帰ってきた時に成田に着いてさ、成田からさ羽田までシャトルバスで移動してさ、で羽田からさ大阪まで飛んで帰ったの。やばくない？マジで。ドラッピさん、バレバップナイス、ありがとうございます。成田クーラー将来大改造するんですか？なんかもうちょっとアクセス良くしてほしいよね、東京にいやでも成田から近い人たちはね、いいよね。電車乗らない生活の電車になるところからな、なるほどなるほど。確かに乗らないと分かんないですよね。お、見つけた、こっそりさん。アンパンマンショーやんの28日知らんかった、それ知らんかった。リップルームも車で行く予定。車いいな、乗せてってください。あ、綺麗に番号順なのでダメです。なるほど。で、まおちゃんのお母さんとかの誕生日、家族の誕生日とか。なべちゃん、こんばんは。ちゃうわ、こっそりさん、ちゃうわ。あ、そう、エベルクエンさん日本にいるよ。123いいやん。やって、足毛の部分さんが帰るので、モンドムーでチャリンチャリンしてる。あ、そうなんや、かわいい言うてね。ハイエステ行くとドレスコード引っかかりそうだから、請求書か、大阪から、大阪からの、私めっちゃ車酔いするんですけど大丈夫ですか。ひろみさん、こんばんは。こんばんは多分履いたりとかはないと思うんですけど。あ、これ足毛なん、このショールーム白クマ。え、東京競馬場カメダミカで PDF のサイトを見つけるけど、東京競馬場のサイトのどのリンクとつながってるかわからん。やばい。なるほどね。こっからここまではいけるけど、こっからこっからここがいかれへんってことね。こういけるのにこうがいかれへんってこと。わ、気になる。池さん、どうやって見つけたん？ヨチさん、ファンレバップナイス、ありがとうございます。すごいね、本当にパーって見てて見つけたん。馬札り乗りないですね、ないですお馬さんが死んじゃう、重たいよ言って。お、見つけた。そう、29。あ、そうか、 PDF あるから、もうそれ以上別に。
他の情報いるってわけじゃないけど、やっぱでも知りたいなみたいなね。プリキュア賞じゃないのよ。ずかさんハートありがとう。あ、キャンピングカーしような、なるほどなるほどなるほど。寝てたら大丈夫ですか？酔い止めだけ4つぐらい飲んであ、そうか、しじさん東京行けないし、そっか。なんかね、連日とかやったらね、ワンチャン21東京イベントあって22ワンチャンとかやったらね、なんか考える可能性もあるけど、22は大阪でイベントですもんね。だから私も東京行って大阪行って東京行って大阪行ってをやります。ずかさんハートありがとうございます。結構だから9月お忙しだったね。大阪からと、あ、スペイン帰ってきてから大阪東京東京大阪大阪 LA 大阪東京大阪。ゆきおさんもあればやっぱナイス。ずかさんハートナイス。22プリキュア賞 VS 亀田20、亀田よりってことが29です。え、22がプリキュア賞なん？そう、22は生誕祭。ちょっと数ヶ月遅れで、なんか生誕祭って感覚がなんかないけど、そう、緊張めっちゃ、どんな感じになるか緊張です。なんかドキドキしてる。楽しいかな、絶対皆さんが来てイエーイってしてくれたら絶対楽しくなるよね。なんか今日かわいいよ、謎のフォロー。お、今日かわいい、ありがとうございます。私一人だけ三本生誕祭やばい。すごいお祝いしまくり、よいしょ、おめでとう。いやいやいや、というわけでですね、皆さん9月の22日はね、生誕イベントか大阪のやつはね、皆さん当日券あるんでね、みんな来てね、これ当日券あるよ、お忘れずに。当日券です。ちょっと当日券はやっぱり前売りと同じ値段やったらね、ちょっとねそれはダメなので、あれです、前売りよりちょっとやっぱお高くなっちゃってるんですけど、でも時間的に行けるわとか申し込みし忘れてたって方はチャンスです。あ、そう、鶴橋途中退場だから死んでやばい、本当に前乗り、鶴橋バーベキュー会場前乗り途中退場。iPad で世界どこでも日本テレビ番組見れる方を見つけた。大阪の番組サンテレビ見える。すごい、 iPad でですか？公園外れたもん。公園外れたからこそバーベキューでお酒飲むんじゃないの？つかさんハートありがとう。ナイス、ありがとうございます。あれだよ、たたやきさんもつかさんも来るよ。お、つかさんもバレバレです。ありがとうございます。明日も早起きして私は東京に行くので、はい、手巻き寿司イベントというね楽しいのがありますので、そう、手巻き寿司イベントして、次の日はあのココちゃんとこのみちゃんゲストのトークイベントからのバーベキューイベントです、はい、当日券ありますのでぜひぜひお待ちしてます。バーベキュー会場ちょっと早く入れへんかな、入れるのね。あ、何でも見えますか、携帯でも。別に私あんま見やんかな、亀田さんの方が先に着きすぎそう。多分私が先に着きます。じゃあ皆さんランキング読んで終わります。ちょっと早いんですけど、お風呂沸いてるはずなのでお風呂入ってきます。今日はお家で奮発してザブトンとシャトーブリアンを食べたの。めっちゃ奮発じゃない？そう、昨日私がスーパーで見つけて買ってきたの。めっちゃ美味しかった、芋タレ。そう、だから今日は全部私がご飯パーって用意して、家族でステーキ美味しかった。だからちょっとね、何、お肉の油が飛んでベタベタするのでお風呂入らなあかんねん。新幹線止まらないで、本当に。そう、雨がね降るかもなんでね。そうなんです、違う店で焼肉とビール勝ち込んでバーベキュー行く。それも面白い。
近いね、隣とかのお店から出てきてみたいな、もうちょっと顔赤いみたいな面白いな。明日はあ、そうか、真央さん仙台イベント行きますだって言ってたね。高山さん、エミチーズおかえり、ありがとうございます。劇場版いっぱい届くんですよね。あ、そうなん、あ、お金ないよってわけではないでしょ。でもこっそりさん、ヒカルくんこんばん。じゃあ皆さんランキング読んで終わるぜ。いいかい、準備はいいかい、いきます。13位松さん、12位ドラえもんさん、11位一二さん、10位高山さん、9位修造さん、8位ともっちさん、7位ウーカメインの箱推しさん、6位ただゆきさん、5位タカさん、4位シンジさん、3位ズカさん、2位ユサイヤさん、そして1位は玉ねぎさんでした。イエーイ、ありがとうございました。あ、明日観光して帰るんですか、シンジさん。最高最高。東京タワー、チームラボチームラボ、マーク、エミチーズおかえり、アナさん、シューズさん、ファルマップです、ありがとうございます。ではでは皆様、明日イベント来てくださる方はお早めに寝てください、はい、今日もう終わるわ多分。そう、明日イベントあるからちょっと早めに寝て、ちょっとでもお肌の調子をはいありがとうございました。ではでは皆さん、当日券あるので日曜日の予定を合わせられる方はぜひぜひです、よろしくお願いします。ほなね、バイバイ、またね、おやすみ、おやすみで、バイバイ。ちょっと15分だけなんですけど配信しますね。こんばんは、眠い今日こそは絶対寝落ちせずにちゃんとお風呂入って寝るっていうのを頑張るんです危ない、今帰ってきたとこ、よかった間に合ってね。ついに明日は東京ライブでございます。皆さん、明日早起きの人明日早起きの人ねえ、楽しみ。ちょっとごめんな、ちょっとほんまに最近ほんまに寝落ちがひどくて、あ、はいって結構おる。15分で終わるから、配信ちょっと配信が終わってから寝てくださいちょっとほんまにさ、やばくて最近なんかそう、モバメでさ何回となく寝落ちについて喋ってんねんけど、ほんまにひどくて、なんかなんやろ、もう今日こそ寝落ちせずに行けましたって書いときながらその後寝落ちするとか、ごめんなさい、だから本当にちょっともうびっくり。しかもいつも起きる時間一緒なんです、5時台、5時とか5時半とかに起きて、ごめん本当にね。お話し会の申し込みとかもしてくださってありがとうございます。今日のお昼12時まででした。でも来週も多分あると思うので、その時に服を、そう、服、今回はアンジュモードをちょっとメインにしようかなと思ってて、なんかリンヌのアイテムを使ってアンジュが思うコーデの日とか、そういう感じでしようかなって思ってますでもなんか大阪の、大阪じゃない、神戸かが、なんかハロウィンが近かったんよ。だからそのハロウィンに近い、その神戸の握手会の時はちょっとハロウィンも近いってことで、ちょっとなんかできたらなとは思ってますお楽しみに。ちょっとアンジュモードの目標に、メインにお話し会の服をコーデをちょっと組んでいこうかなって思ってます。今回嬉しいし、服大好きだからって。
楽しみですか皆さん。そうなんか結構みんなにもうなんかそう寝落ちするっていう話を聞いてちょっと申し訳ないほんまに、ちょっとほんまにこのループから抜け出さないとと思ってちょっと今日は頑張って抜け出そうと思ってます。今日こそは本当にちゃんと寝たい。ほんまにちょっともう頑張る。今日こそは神戸で初めて行かせてお待ちしてます言ってますね。もうほんまにお風呂も入らずに寝ちゃうんです最近。でもちゃんと入ってますよその起きてからは。ほんまにびっくり、なんか座って寝てたりとかなんか分からへんねん、もう記憶がなくて気づいたら寝てた。もう今日こそは頑張る、ほんまに頑張る、起きる、お風呂入ってしっかりベッドで寝る。楽しみやね。天気がさ意外とずれてきてるじゃないですか、もともと雨予報やったけど。そう、うわさくちゃんや、やっほーごきげんよう。疲れね、だから多分取れてないのよね、その寝落ちしてるから。そう明日東京ライブ、皆さん頑張って早起き、ちょっとアンジュも頑張るわ。頑張って、15分経ったら終わりますんで配信。今回そうだからスプラッシュさ雨の影響でさもう濡れてるやんって思うかなと思ったけど意外と晴れそうでよかったです。ね、よかった配信で、うわ嬉しいね。暑いらしいな明日ね、え本当にそう全席スプラッシュありえるなと思ったけどちょっとずれることを願って。そうあのマイティがね晴れ女なんです、でワカニャンが雨女で、そうこの前対立しててそうなんか大丈夫マイがおるから大丈夫ってマイティはずっと言っててね、なんかワカニャンがごめんなーって私がおるからみたいなこと言うよって、なんかでもバカナが引いたわ今回はみたいなこと言って、なんかあれ雨を降らす日付を変えたみたいな話をしててめっちゃ面白かった。この前対立してました。雨降りませんように。ねえほんまにちょっと頑張って晴れてほしいな。うわー嬉しい、綺麗なターンって結構晴れ女おる。ちょっとなんか昔もアンジュ晴れ女やったんよ、なんか日に日に晴れ女じゃなくなってきてる気がして、わからへんわからんけど、雨が降らないことを願って楽しみましょう皆さん。そう今回はタオルをタオルを持っててくださるとすごく楽しめると思います。いやグッズね、今回東京のグッズを発表されてましたけどタオルが一番必須かも。いやペンライトも大事ですよ、そうペンライトも大事だけどタオル、グッズのタオルを持ってるとより楽しみが増えるんじゃないかなって思います。なのでどのグッズが一番おすすめって言われたらタオルです。でも結構もうゲットしてるっていう方が結構いらっしゃって
タオル大事。しかも今回珍しく、あ、珍しくというか前もあったか、 T シャツも黒やったな。でも嬉しい。なんかそう、2年前にも私東京のライブ出させていただいて、その時のやっぱ野外の夜の空の中にペンライトの光が照らされてるのって、ほんまにステージ上から見たらめっちゃ綺麗で、そうめっちゃ綺麗んですそう、しかも今回は声出しも OK だから、もう皆さんもすごく叫んでほしいなと思うんですけどそう、本当にめっちゃ綺麗なんですペンライト、ほんまにほんまに綺麗、野外ほんまにいい。あとカメ子も漏れるなんかこんなこと言っていいか分からんけど、本当に漏れるんです写真、カメ子さんなので、ちょっと綺麗に撮ってくださると、そうカメ子漏れるんですでも本当に濡れないようにだけ、なんかそう対策を皆さん取っていただいて、うちわとかもなんかカバーあるらしいから、うちわ用のとか、カメラカメ子の方とかもちょっとカメラを大事にしていただいて、雨対策を一応でしててくださると、降らないことを願ってるんですけどね。あと水分補給大事、ほんまに野外やし暑いと思うから、やっぱりライブやし、だからちょっと本当にお水持ってる方がいいですそうみんなで体調とかも対策もして楽しみましょうライブをねえ確かに楽しみ、ほんまに楽しみ。あ、塩分も大事ってよく言うような、塩分糖分塩分か分からんけど、ちょっと足りひんか、足りるかなスプラッシュの水、いややめた方がいい、ちゃんと用意して楽しみましょう皆さん、ね、うわー嬉しいね。今回周年のコンサート終わりに結構早めにオンラインがもうあったので、すぐ感想をお聞きできることが嬉しいです。イベントもお待ちしてますまた申し込みがあると思うので、その時はまた言いますね SNS で。ごきげんよう、こんにちは、こんばんは。ね、確かにそう、なんかつるってよく言うような、大事です。明日ライブかなんか実感がなくてうわ、あと1分ぐらいや、よいしょ、楽しみに楽しみましょうう
と30秒ぐらいで配信終わるので、あ、ランキング読んでからやけどね、楽しみ。皆さん寝てください、しっかり。ありがとうございます。ありがとう、楽しみましょうね。あ、ちなみにペンライトオレンジと紫です。オレンジと紫見えたらすぐ見るわ。楽しみやな。じゃあじゃあちょっとそろそろランキングを読んでいきたいと思います。13位の方から、13位の方、カズさんありがとうございます。12位の方、ポニーさんありがとうございます。11位の方、カッチさんありがとうございます。10位の方、リサありがとう。9位の方、しんちゃんありがとうございます。晴れますよね、本当に。8位の方、野原しんのすけのすけさんありがとうございます。7位の方、味方長さんありがとうございます。ありがとう。6位の方、大吉さんありがとうございます。5位の方、村人 T さんありがとうございます。4位の方、玉ひょうさんありがとうございます。3位の方、かずまゆうげさん、かずまゆうげさんありがとう。 This is 楽しみ、あ、これ楽しみやね。楽しみましょうね。ありがとうございます、かずまゆうげさん。2位の方、かまかりさん、晴れますように、ほんまに晴れますように願っときます。ありがとう、かまかりさん。そして1位の方、ただのおじいちゃんありがとう、ただのおじいちゃん。1位でした。今日こそは寝落ちしないように頑張ります。ありがとう、皆さんゆっくり寝てくださいね。楽しい1日にしましょうね。では配信終わります。ありがとうございました。みんな寝てな、おやすみ、グッドナイト、バイ、 See you。